前髪長くなってきた。パタピこんばんざーい。ササです。笹川さん今日ちょっとまだやることあるから短め配信、20分間ほどなので1時ちょい過ぎに終わりますね。こんばんずあい、元気な挨拶。こんばんずあい、みなみパンケーキ食べさせたい。パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい。パンケーキなんてもうずっと食べてない。バターかマーガリンめっちゃ塗りたくて食べたい。ただあの笹ですか。そうです、あの笹が笹です。どのノビーナー、こんばんざい。パタピビールたくさん飲んだ。酔ってる、酔ってるの。スピードウェイこんばんは。ハンドハンマーこんばんざい。ハンマー、前髪が、まるちゃん、さーちゃんだよ。みんなささです。みんなみん食べ物をハムハムさせ、お腹空いてる。なんか食べたい、なんか食べたいけどこの時間だから食べないよう我慢します。ケーキコンチャス、あ、ハム太郎だ、へけ。明日もいいことあるよね、ハム太郎。へけ。また少し酔ってる。笹川の可愛さ認識できる？よかった、認識能力あって。まだ、じゃあ大丈夫だ。豆こんばんざーい。とっとこ笹太郎、とっとこ走るよ笹太郎。すみっこ、すみっこ走る。モンティボロネーゼ食べてる。この時間にボロネーゼ食べてんのいいな。ボロネーゼ、手作りのボロネーゼってうまいよね。食べたい、チーズかけて食べたい。ロブタンこんばんざい。マメさあさあ、ヤギ、うわーい、ジュリちゃんが髪色変わってた。タロちゃん、じゃーん、いよいよ島田の生誕ライブ当日ですね。実際の誕生日はまた 21? だけど、イエーイ。プリマこれから何か食べようとしてる。プリマ食べていいよ。笹川は食べないけどプリマ食べていいよ。肉好きよくなれ。パタピー笹太郎暮らし。まったりしてそう。のび告知活動も頑張れ。そう、あと今日マイク表も作んないと。やばい、今日なんか今日すごいやることいっぱいある。そう、見やすくて助かってる。あ、本当よかった。見やすさをね重視してるので。セイチこんばんざい。結局ナナのネタだったのにブレちまった。へけ。もうね全部持ってかれた、ハム太郎に。へえ、あんたもササって言うんだ。モンティただの晩ご飯。この時間晩ご飯。うん、どんな一日。太郎ちゃんさっきいろんな作業しながらすやしたら、さちゃん、どんな登場の仕方。ごめん、お邪魔しました。お邪魔します。そ
そんなに笹川のこと思ってくれてるってことか。またピイエーイ盛り上がってるぜ。みっちこんばんざい。しごんわおじさんお疲れ。くるちゃんこんばんざーい。きっさん明日行くことにしました。おーやった。島田さんお祝いする日、イエーイ。みんなでお祝いしましょう。胴上げしよう、胴上げ。島田、そう、明日の髪型、島田がみんなの、まあ本当に全員じゃないけどその場にいた数人の髪型を決めてくれてた。明日何になるでしょうか。みんな プレマありがて。え、肉ついてる？嘘。笹川からしたら全然ついてないね。もっとつけ。一応つささ乾杯。ハイボール飲んでみー。飲んでないけど。さあちゃんちゃんさんちゃんゲシュタルト崩壊。あ、電波大丈夫そう今ね。あなたミャクミャク調べて。ミャクミャクもう見たかな、ニュースかなんかで。みんなミャクミャク見た？ミャクミャクって言いづらいな。今初めて口に出した。バタピー。あ、大切なのは笹川のさや、花木さや。聖地24日、金沢で待ってますと思いきやはべってます、さむらってます待ってますと見せかけて若干感じ違った。そうだよ、24日また金沢行けるからね、イエーイ。8番ラーメン、あ、金沢の餃子食べたい。石川の太郎ちゃん、いろんな準備にお宅の日向くん買いますね。ケーキを平行に持つトレーニングさせる逆にこうなっちゃう人おる？ケーキ、あ、もう日向くんどうぞレンタルしますいや、結構目で見たけど可愛すぎてひっくり返った。あー、ひっくり返っちゃった。ひっくり返ってたくやぎがギヤ、すごい、ずっとプープー言ってた今日ずっとその話してた。特急さんこんばんは、また来てくれてありがとう。特急さん、なんかさ、インスタとか TikTok もフォローしてくれたよね。ありがとう、とても嬉しい。一、仕事終わりの新時代終電チャレンジ成功。なんかすごいことは分かった。マイク表も、そう、これからマイク表頑張る。パタピー、打ち間違え、酔ってるからな。 Z 死後はおつー。タロちゃん、ちゃーんが夢の中でも島田誕生日だね、おめでとうってそれ現実じゃん。もう正夢になった、早速。早っ、正夢なの。ハオハオハオ、大家好。まだピン、麻雀の話今まであったかもだけど、ない。麻雀の話、何ロン。プリマもっとついたら太って、まあよぽよぽよなれ、ぽよぽよ。え、でもやっぱ気をつけてたりするの体型。待って、あの噂の妖怪だな。え、どの噂の妖怪？いったもめん、うわ、あくびが出てきます。うん、
出てないよ。スイッチバレた。あ、バレた。笹川ちゃんと見てますからね。またピ緑一色笹かっこいい。もう緑じゃなくなっちゃったけどね。髪。ひな、ごはん。あ、太郎ちゃんにひなたのことレンタルしたので、よろしくお願いします。お手伝いしてきて。勝手に笹川のものじゃないのにレンタルした。スピードワゴン、こんばんざい。スピードワゴンはクールに触るぜ。タラちゃん、サちゃんから許可もらったから、うん、許可あげた。ひなたが粉になるまでこきつけちゃう。何させるんだ、地下で。地下でこういう労働させられんのかな、カイジみたいに。頑張れ。あばば、プリキュア、プリキュア、アバープリキュア、マックスハート、ありがとう、マックスハート。ナチナチナチ、何こすりしてん。ミルボー、こんばんざい。見る見る、プリマ1ナノ程度、全然気にしてないやんそれ。じゃあ食べろ食べろ。あば、ささちゃん、あ、カラフルカラフル。え、なんか水色のハートとかも増えるんでしょ。なんだっけ、水色と茶色、水色ハートいいね。え、もっと深緑とかも増えないかな。そう、アップデートしたら、まだこれからハートの色が増えるらしい。あと何色がないんだろう。ピンクはマルチあるし。うん、初訪問、トシさん、ありがとうございます。はじめまして。また今の髪型も似合う、金髪。もうなんかカラーするけどすぐ普通の金髪になっちゃう。ブラシャンしてるんだけどな。でこの前写真見てて、あ、やっぱシルバーいいな、シルバーしたいなってなってた。ぜひ足軽のふうりさんが、あー、そう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 、さっさんと話したってニコニコの報告してくれてよかった。そう、ふうりとね喋ったよこの前。新潟、割とまあ新潟全土の中で言えば割と出身近かった。そう、ふりおっとりしてる。スピードワゴン、今日も可愛いですね。え、本当ですか。みち、金髪サッサン好きですね。え、金髪なかなか好評で嬉しい。どっちもいい、何でも似合っちゃうってことだね。シカちゃん、こんばんざーい。あ、でも真っ黒な黒髪似合わない気がする自分。まめ、さっちゃんかささよびできるように。数ヶ月長いね。いや、1日でいける、1日で。もうこの配信中にいけるね。さあさあ、うわ、1時だ。もうちょっとしたら終わる。今日短めでごめんけど。バタピー、笹川チンチロ敗北。何、どうしたん、負けた、負けたん。麻雀ね、やったことないんだよね。ドンジャラはある。実家にドラえもんとかの、ドラえもんと、あとなんかもう一個なんかあった気がする。ドンジャラあった。まあ遊び方はちょっとよくわかんない、忘れた。あと実家人生ゲームもあった。あとジェンガとファービーもいたし、あれなんだっけ、
黒ひげ危機一髪もあった。初代ファミコンはあるけどスーパーファミコンはなかった。ひなた、さちゃんの推しのままに明日地下で労働されさせられる。なんかすごい重たい、めっちゃでっかい石のなんかこういう回しながら歩くやつ。頑張って抜け出してね。どうしよう、ひなた、いつかあれめっちゃ高いところでなんかこのめっちゃ細いとこ渡るやつやってるかもしんない。カイジ、なち久しぶりすぎて生きにくくなってしまって。なんで生きにくくない、生きにくくない、来やすい来やすい。みちお風呂入ってきます、いってらっしゃい。笹がもさっぱりしたい。クリちゃんシルバーもグレーもいいな、俺もやろうかな。いや坊主クリちゃんツルツルなんよ。ウィッグ、ウィッグっていう手があった。ミルボ歴まだまだ浅いけどさっちゃん呼びのミルボいいよ。さっちゃんむしろ初対面、初対面でもさっちゃんでもいいよ、大歓迎。ミルボ、だって色抜けるのそうめっちゃ早い、本当に。なんか1週間前の写真見ると全然違うもん。シルバー似合う？なんかインスタグラムにちょっとあげた。なち今色落ちしたけど赤色、え、あそっから色落ちして今どんな感じ？モンティ僕まだもらってないのに。あ、そうね、なんかリプやり取りしてたの見えた。友達が渋谷でサッさんからフライヤーもらってて、やまないで。やむなやむな、もらいにおいで、もらい来て、お友達と一緒においで。なんかさ、まさかあこの人とこの人つながってるんだみたいな、突然あるよね、びっくり。ん、2度目の訪問、2度目まして、イルカおばけさん、イルカ、イルカちゃんこんばんは。まあこんばんざーい。クリちゃんシルバーなら白髪って言ったらバレないかもね。バレないバレないバレない、うん。でも確かにうちもいずれ全部真っ白とかにしたい。タラちゃんどんだけ過酷な生誕ライブ。キンキンに冷えてやがるぜ。3万3000ペリカの声。めっちゃ豪遊してるやん、めっちゃ貯めたね。さ、新潟の人、サッさんとフーリーさんしか知らないけど、新潟ってぽよぽよしてる人しかいないの。いや、シャキシャキしてる人もいるよ、バリバリしてる人とか。いるいる多分、うん。それも文章なら簡単に呼べるけど、直接会った時に呼べる自信ない。目を見て、さあさあ、じゃあなんかあだ名つけてくれたりしてちゃったりしてもいいよ。すごい上からになっちゃった。 GTR こんばんざーい。ささえもんどんじゃら、僕ささえもんすむちやん。
しおりちやん、すみちやん。まあね、札幌遠征にいる年にってそれまでに呼べるようにって思ってる。札幌遠征ちょっと札幌行けないかも行きたいけど、すごい見るも笹川家行ったら飽きることなそう。あ、実家、そうね、いろいろある。絵本とかもいろいろあるし、人生を一緒に歩むゲームしたいゲーム、そのゲームでいいのゲームオーバーとかある。今沼打ってみたい。沼なち誕生日お祝いしてもらうの忘れとった。おー、おめでとう、なちハッピーバースデー。何歳で、今日も可愛くてありがとう。いえ、どういたしまして、ありがとうございます笹川最強、最強になりたい。まあ麻雀なら手取り足取り、いや足取らんでんのよ麻雀いいな、キンキンに冷えたビールを飲むのが楽しいな。あ、これもうこれもうあれだな、地下行くなこの人フラグ。ティッシュ、ティッシュ久々だ。さちゃん、かわね、かわこかわこ。でも今日は割と化粧薄め。ただび、あ、インスタ見てくれた、やった。最近ねよくインスタ投稿してるからね、みんな見てくれよな。マジ見たいなら DM に送るよ。名古屋、あれ名古屋いないの、マジキレッチ。あ、からのこんばんは。まだビーシルバーグレーアッシュって感じだね。そう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 、思いっきり銀色ね。いや目指したんだけどね、ならなかった豆もち丸みたいな白。あー、そうね、一回それぐらいのやってみたい。その辺にいるおばちゃんみたいにパープルって、それね、ギンギンのパープルね。ミルボン、サヒと仲良くなっちゃいなよ、仲良くなって推しが同じすぎてフォローしたい、フォローはしちゃえ。はい、もうお友達。推しが同じすぎて、何、餅、初訪問チョロ太郎さん、はじめまして。再び笹が髪色明るいの本当に似合うね、やった、明るい色本当に似合う子ってあんまり、多くないのかな、どうなんだろう。でもまあ確かに暗めの色よりは明るめの方が似合ってるのかもしれない。なんでだろう、なんでだろう、見慣れたからかな。やっぱり怪人出てくるえぐいパチンコ台、あれか、あれか、わかった、あの映画で伊勢屋さんやってたやつ、見た見た、あれ。ゲームでいいのって何、ゲームじゃない選択肢あるな、あなんか変なこと言っちゃった。笹川さんようこそ地下へ、あ、やばい、笹川さんも地下連れてかれる。笹川さん借金しないから。うん、なちもう14日、2週間過ぎてる、めっちゃ年、言えないほど大丈夫、492歳が言ってるから。りょうへい、お風呂いってら、さっぱりしておいで。今回、あ、名古屋来れないんや、あー、金堂
仕事だった。頑張れ。震える、震えるつハート、燃え尽きるほどヒート。ない。突然のジョジョ。またピース、スーパーサイヤ人。だからか、明るい髪色なの。あ、サヒとミルボお友達やった。これでもうお友達。笹押し笹押し。おせおせ笹。みんなが友達になると嬉しい。やばい、もう配信終わんなきゃ。1時12分だった。笹川の給料ペリカ払い、ちょっとあの現金がいいな。奥さんこんばんは。奥様あった、こんばんざーい。いつも高さ合ってなくてちょうど目にテロップかかっちゃう。離れればいいのか。でも離れると顔暗いな。ねち20代が終わり、あ30代足を踏み入れたんですね。おめでとうございます。アラサー、アラサーではあるのか。バタピーじゃあね。潔い別れ方。じゃあね。のびおつささでした。ありがとう。でも楽しかった。ミルボ広がれ、笹川の広がれ、全世界に、世界中に、海外にも広がれ。バタピー寝るよ、寝ろ、おやすみ。プリマありがとう。マイキオ頑張らせ。ナチまたね。大変ありがとう。日本満喫アズインチカ労働施設。やだよ、そんなとこ満喫したくない。そんなとこない、ない、存在しないと信じたい。モンティ万歳現場にやみするのにいけない、いけない。で大丈夫、年間めっちゃ100本分かんない、何本あるか知んないけど、でも軽く100本は超えてるな、あるから。お疲れ様でした。おやすみ。ミルボタンタンティーン、おやす。もっといよいよ年を早くない、あと半年あるで、半年。おつーん、労働ツアーないよ、労働ツアーやんないから。バイバーイ、おやすみー。